ストーリー2浦島太郎 ある村に浦島太郎という若い男が住んでいました太郎は漁師でしたある日太郎が浜辺を歩いていると三四人の子供たちが 大きな亀を棒で叩いたり足で蹴ったりしていました。太郎は亀を助けたいと思いました。それで子供たちにお金をあげてその亀を買いました。 太郎は亀を海に入れると、亀さん、もうこの浜辺に来ない方がいいと言いました。亀は見えなくなりました。 亀の命を助けてから一週間ほど経ちました。太郎が船の上で魚を釣っていると先日の亀が波の間から現れました。先日は本当に ありがとうございました。私の主人があなた様にお礼が言いたいと申しております。どうぞ私の背中に乗ってください。亀と太郎は海の中へ 入って行きました海の底に太郎が見たこともない宮殿がありましたあれは竜宮城ですと亀は言いました私の主人が あそこにいます。「竜宮城の門の前に一人の美しい女の人が立っていました」「その人がこの亀の 主人でしたその女の人は人間にしては美しすぎましたその女の人の名前は乙姫でした乙姫様は太郎に深く お辞儀をしました。先日は、私のカメを助けていただき、ありがとうございました。海の中の宮殿は、珍しいでしょうね。どうぞ、ゆっくり、 ご滞在ください。乙姫様は太郎を一つの部屋に連れて行きました。そこには東と西と南と北の壁に窓が一つずつついていました。 東の窓からは春の景色。南の窓からは夏の景色。西の窓からは秋の景色。北の窓からは冬の景色が見えました。太郎はこんな部屋を今までに見たことが ありませんでした夜にパーティーが始まりましたタイやヒラメが美しい服を着て太郎の前で踊りました魚たちは太郎に 聞きました。一緒に踊りませんか太郎は答えました。いいえ、私は踊るのが下手なんです。このようにして年月が過ぎました。 ある日太郎はお父さんやお母さんに会いたくなりましたそれで太郎は乙姫さまに言いました「もう私は村に帰らなくちゃいけない」 両親が心配しているでしょう。明日、うちに帰ってもいいですか乙姫様はこれを聞くととても悲しそうでした。乙姫様は 太郎に言いました。あなたが村に帰る前にお土産をあげましょう。乙姫様は一つの美しい箱を持ってきました。これは玉手箱です。 これはお土産ですでもこの箱を絶対に開けてはいけません太郎は玉手箱を持って亀の背中に乗り海の上に上がっていきました 村に帰りましたけれど自分の家がありません村の人たちも知らない人ばかりです太郎は一人のおじいさんに聞きました この辺に浦島という家がありませんかおじいさんは答えました。私が子供の頃ありました。何年も前に浦島さんたちは 死にました。太郎という息子さんがいましたが、魚釣りに行ったまま、まだ帰ってきていません。それを聞くと太郎はとても悲しくなりました。太郎は 玉手箱を見ましたそしてその箱を開けました箱の中から白い煙が出てきましたするとろうは白い 白髪のおじいさんになりました。終わり。